とても良い勝負でした。最後までどちらに転んでもおかしくない。あの最後の一手、あなたは本当に最善を考えて打ったのですか？素直に教えて差し上げたらよろしいのに。君だったのですから。まさか私たちの試験に強制介入した。北さんに伝える結果をねじま、綾野浩二君にプロテクトポイントなどというものを与えたばかりに。挑発がお上手ですね。この代償は高くつきますよ。やってみてくださいよ。さすがですね、綾野浩二君。私の負けです。今日から再開しての敗北。私はこの結果に満足しています。直接俺と競うこともでき、浩二君の実力を周囲に知られてしまうことは避けたかったんです。あなたは紛れもなく天才であるということが。見ていたんだな、ホワイトルームにいる俺を。あなたと対局する日が来ると信じて、私はあなたのことが続けてきた。出会うことのなかった幼なじみのような。謝罪？先ほど1対1を避けた理由をお話ししましたが、1秒でも長く綾野浩二君と一緒の空間にいたかった。温かさを知ることができる、それはとても大切なもの。人肌のぬくもりなさい。どういう意味だ？遅くなった。さあ帰りましょう。